鴨池市民球場は、鹿児島県鹿児島市鴨池イ2丁目にある野球場。市の正式名称は、鴨池公園野球場だが、一般的には近接する鹿児島県立鴨池野球場設置後、その区別のため、鴨池市民球場と呼ばれる。施設は、鹿児島市が所有し、ビルメン鹿児島、桂造園共同企業体が、指定管理者として、運営管理を行っている。 1928年に野球用グラウンドとして整備され、その後はスタンド建設や増築など改修を行いながら使用されてきた。高校野球などアマチュア野球公式戦をはじめプロ野球の公式戦やキャンプなどが行われていたが、敷地が境外で増築が難しい上、1972年には鹿児島県が国民体育大会の開催を控えており、 本格的なスポーツ施設が必要となったことから、1970年12月に、鹿児島県立鴨池野球場が完成。プロ野球の開催は、県立に移行し、事実上県立鴨池のサブグラウンドとなった。しかし、市民球場では、プロ公式戦の開催はなくなったが、その後もアマチュア野球公式戦が行われている。1989年に、 スタンドが全面改築された。また2007年2月まで千葉ロッテマリーンズの一軍が、この県立市民寮球場を中心とした鴨池公園内各施設で春季キャンプを実施していた。また韓国プロ野球、ロッテジャイアンツやネクセンヒーローズも、春季、秋季キャンプの一環として、ここで練習を行うことがある。2014年冬にはスコアボードを一新。 得点経過や選手名、審判名表示部は、次期反転式で、カウント表示が、LED 化されるなど視認性が向上した。2015年2月から3月にかけ、韓国プロ野球、k t ウィーズ、2018年2月から3月にかけ、韓国プロ野球、SKY バーンズ2軍の春季キャンプが実施されている。2020年終了時点で4試合開催。内訳はリーグ時代試合。 セリーグ1試合、パリーグ2試合、ありがとうございます。